氷川神社。氷川神社は、埼玉県埼玉市大宮区神尾町にある神社。式内社、名神大社、武蔵国一宮、または三宮、直彩社。旧社格は、官兵大社で、現在は神社本庁の別表神社。宮中の四方杯で要怪される一社。東京都、埼玉県近辺に、約280社ある、氷川神社の総本社である。 他の氷川神社と区別する際は、大宮氷川神社とも呼ばれる。埼玉県、東京都の荒川流域、特に旧、武蔵区に足立郡を中心にして、氷川信仰に基づく氷川神社が多数分布しており、当社はその中心である。埼玉市、大宮の地名は、当社を大いなる見合いと称えたことに由来する普通名詞から転じたものである。 埼玉県周辺の広域から参拝者を集め、正月三が日の初詣の参拝者数、警察調べは全国10位以内に数えられる。特に全国的に初詣客が増加した2008年、平成20年以降は、毎年200万人以上が訪れている。神社の境内は、見沼、江戸時代中期まで存在した広大な沼のあぜに立ち、元は、 ミ沼の水神を祀っていたと考えられている。神社の南側に広がる神池は、神社の西側から湧き出た地下水が溜まったものであり、かつてミ沼の一部であった。神社に隣接する埼玉県営大宮公園は、明治期に神社周辺の森を取得して整備したものであり、神社のある小山をミ沼の入り江が囲んでいたという地形の特徴をよく保存している。 大宮の氷川神社、見沼区中川の中、氷川神社、玄中山神社、緑区三室の氷川女体神社は、いずれも、見沼のあぜにあり、かつ一直線に並んでいる。この三氷川とかつて、大宮の氷川神社境内にあった三社、南大社、女大社、非王子社が、よく混同されるが、別のものである。現在の主祭神は、以下の三柱、現在の祭神は、 1833年、天保4年当時の官主、角井惚れ臣が表した、氷川大宮縁起演による。祭人がどの神であるかは、以下のように多くの議論がなされてきた。平安時代中期の演起式神明帳では一座として記載されている。社殿によれば、高昇天皇3年4月の創建という、国像本理によると、初代武者氏国像の兄多摩妃命は、 聖武天皇、第十三代天皇の時代に、出雲族を引き連れてこの地に移住し、祖神を祀って、氏神として、当社を笹ぐたかし,したという。この一帯は、出雲族が開拓した地であり、武蔵国造り、武者志国造は、出雲国造と同族とされ、社名の、氷川も、出雲の氷川に由来する有説がある。一方、氷川神社の拙者に、門客神神社がある。 現在も、氷川神社社殿の東隣に鎮座。もともとは、荒葉木神社と呼ばれていたもので、荒葉木が客人神として祀られている。この荒葉木社は、氷川神社の地主神である。現在祀られている、出雲系の神は、武蔵国作り一族と共にこの地に乗り込んできたもので、先住の神が荒葉木と見られる。このほか、慶光天皇の御子、 日本穂高が統制の際に負傷し、夢枕に現れた老人の教えに従って当社へ、もう出たところ、建てるようになったという伝説が残されている。このことから本地域を、あ達ちと称するようになったとされる。平安時代前期に編纂された、日本三大実録に、武蔵国日川上の名で、深海授与の記載がある。数年の間にくらいが上がっていることから、 朝廷から数形されていたことがわかる。平安時代中期の縁起式神明朝には、武蔵国足立軍氷川神社名神大月寺に否めと記載され、名神大社に列している。平安時代後期、武蔵国の行為の神社とされ、国史からも数形を受けた。平定盛が平の正門の乱において、当社で戦勝を祈願し乱を平定したことから、 関東地方の武士に幅広く信仰され、荒川流域に数多くの分社が建てられ、武蔵国中に広がった。自称四年、1180年には、源頼朝が土井寂平に明治社伝を再建して、車両三千0を起進、研究八年、1197年には、新名神経を奉納している。氷川神社自体は、武蔵一宮氷川神社の社を掲げているが、 武蔵国内における、氷川神社の位置づけには、一宮と三宮の二節がある、武蔵国神社も参照。平安時代中期の縁起式神明帳では、氷川神社を、明神大社と記しているものの、現在のところ、中世まで氷川神社を、一宮とする資料は見つかっていない。鎌倉時代の歴史書、あず鏡には、現在の東京都多摩市に所在する小野神社。 演技式神明帳では、勝者を指すと思われる、玉国義富に、一宮の記述があり、平安時代のうちに、すでに社格の逆転があったとも考えられる。武蔵国僧者である、東京都府中市の多くに魂神社、六諸宮では、南北朝時代に編纂された、新東州をもとにして、武蔵国内の一宮から六宮までを、武州六大名人として祀っており、公式に、 一宮を、小野神社、三宮を、氷川神社としている。現在も、大国魂神社の霊体祭、暗闇祭り、武蔵国夫妻の祈祷に、氷川神社の神官が、三宮として参じている。一方、室町時代後半に編纂されたと思われる、大日本国一宮記は、氷川神社を一宮とした。上記をもとに、室町時代以降に当社が、小野神社に代わって、 一宮の地位を確立したとする説がある。これとは別に、氷川女大宮が一宮ともされている。徳川家康が関東に入ると、文禄5年、1596年8月に、関東軍大、稲中寺を武行として、社道を造営した。江戸時代には、幕府から社地三百国が寄進されていた。江戸初期の中仙道は、大宮宿の南で参道を使用していたが、 この地を治めていた関東軍事、稲忠田田春が、山道を街道とすることは、恐れ多いとする、宿の意見を受け、寛営五年、1628年に西側に、街道を付け替え、山道沿いの宿や家およそ40軒を、新設街道沿いに移転させ、これが現在に至る大宮の町となった。漢文七年、1667年3月には、安倍文語の神を武行として、 社殿を混流した。近世には、南大社、女大社、非王子社の三社に分かれ、それぞれ岩や、内倉や、後断絶、角池が継承して、西、角池を称する、角井や、後に、東、角池を称するが、社家として、官主を世襲した。三社の祭事にや順位をめぐる論争もあったが、1699年、元六十二年三社。 三社家を同格とする最低額だった。1833年、天保4年当時の官主、角井惚れ臣が表した、氷川大宮演技により、現在の祭人が定められている。明治元年、1868年10月17日、東京入りとの4日目に、明治天皇は当社を、武蔵国の鎮守、直祭の社と定めた。10日目には、 大宮に行行し、10月28日に関東の神社の中で最初に震災を行った。以来、霊祭には直視の参考があり、宮内庁の学士による株が奉納される。明治天皇は1870年、明治3年にも再度心配され、昭和天皇も皇太子時代の1917年、大正6年11月12日、天皇に即位した1934年、 昭和9年11月に、それぞれ軍事演習視察の基都に心配され、1967年、昭和42年10月に、夫妻で参拝された。秋人上皇も、皇太子時代の1963年、昭和38年9月に参拝され、1987年、昭和62年7月と天皇に即位した1993年、平成5年5月には、 夫妻で心配されている。明治初頭の寺院整理神社統合により、愚僧観音寺は、本寺仏と共に、北足立文化神楽の万福寺、現、埼玉市北区西新町へ退店した。また、新域である、社友林が開かれて、埼玉県で最初の近代公園、大宮公園として整備された。1882年、明治15年に社殿を改造し、 非王子社と助隊社を廃して、南大社に三神を祀るようになり、さらに1940年、昭和15年に国費で社殿、楼門等を改築し、現在の姿になった。また、1929年、昭和4年9月には、埼玉県商婚社が境内に混流され、県内の戦死者二千余柱が祀られた。商婚社は1939年、 昭和14年3月に分離して埼玉県五国神社となり、同4月には国指定五国神社となった。1966年昭和41年7月22日に明治神宮の大鳥居、第二鳥居、木造鳥居では国内最大級が落雷によって破損したため、新たな鳥居が1975年昭和50年に竣工。落雷した鳥居は移設され、 1976年、昭和51年4月5日に、氷川神社に竣工された。これが、現在の二の鳥居で、2019年までの埼玉市立、大宮図書館の前にある。この時、元々の石像の二の鳥居は、大宮公園との境界へ移設されていたが、東日本大震災で基礎が破損したため一旦、撤去された。その後、 撤去した柱を新たに整備された拙者寄りの参道と、公園との境界の印として再建されている。1982年、昭和57年の東北新幹線開業を祝い、この年から滝技能が、毎年5月に模様されている。埼玉新都心に近い吉木町の県道164号、河野須桶川埼玉線、旧、中山道から神社まで、 およそ 2km の表参道が、ほぼ南北一直線に伸びており、氷川参道と呼ばれている。参道上に3つの大鳥居があり、旧中山道と分かれる位置に、1の鳥居、県道2号埼玉春日部線、旧国道16号、岩月新道と交差した、私立博物館近くに2の鳥居、境内入り口に3の鳥居がある。参道は 2km に及ぶ南北直線だが、 神社の拝殿、本殿は、山道の直線から西にずれており、また南北に対して、約三十度傾いている。境内に入ると、山道は左手にこう描き、新地を橋で渡って拝殿に至る。山道は欅を中心にした並木に覆われている。三十種類六百八十本の木々があり、幹回りが二メートルを超える、古木二十本を、市の天然記念物に指定している。 江戸時代には松が多かったが、明治以降は杉が主体となる樹木で覆われた。太平洋戦争中から戦後にかけて燃料として伐採され、また山道に自動車を走らせたことから排気ガスで腰しし、汚染に強い毛やきが6割を占めるようになった。歩行者により根本が踏み固められて木々は弱っているため保全活動が行われている。 2キロメートルに及ぶ山道は3つの区間に分かれている。山道の周辺は、二の鳥居の南側では、山道を挟んで、西側が、官民のビルや、大型マンションが立ち並ぶ大宮の中心市街地、東側が区画された住宅地と街並みが大きく異なっている。神社に近い二の鳥居の北側では、直視祭館等の行事施設や、私立博物館が並ぶかは、 閑静な住宅地であり、特に神社と山道の周辺は、風地地区として建築制限が課せられている。このほか、大宮宿戸手町の旧中山道から神社北側に至る浦山道があり、こちらにも鳥居が立つ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。